国家人民軍航空軍、あるいは国家人民軍航空軍及び防空軍とは、ドイツ民主共和国における空軍及び防空軍。地上軍及び人民海軍とともに国家人民軍を構成した軍種の一つである。単に東ドイツ空軍とも呼ばれる。LSK、LV で使用されたアンマイナスにドイツ民主共和国における空軍力編成の歴史は、 国家人民軍創設前に遡る。1951年初頭、内務省指揮下の兵衛人民警察の一部門として航空人民警察が編成される。この部隊の目的は空軍組織の運用や航空機の操縦などといった各種の専門知識、ノウハウを維持し、また発展させることであった。航空人民警察本部はベルリンのヨハニス・タールに置かれた。 本部には、連帯規模の3個航空隊が所属していたが、これらの部隊は後に、主要な編成の一つである、第一航空師団として再編された。1953年になると、訓練のために、ソビエト連邦空軍からアンマイナス2、ミグマイナス15、ラマイナス9、ヤクマイナス18、ヤクマイナス11などの航空機が対応される。また5機のラマイナス9は、 陸上産業訓練に使用された。1953年11月末、航空人民警察は、兵衛人民警察内の空軍に相当する、組織たる、航空隊として再編され、内務省に属する兵衛人民警察長官の直轄部隊として、ホットブスに、その後、さらに第1航空隊、第2航空隊、第3航空隊に分割再編された。 1954年から、チェコスロバキア製航空機の Z-126 や M-1D が配備された。1956年3月1日、再軍備に伴い国家人民軍の一軍主たる航空軍が設置された。当初、政府当局は、ソビエト連邦の軍編成に習い、航空隊をコットブスに司令部を置く、航空軍とシュトラウスベルクに司令部を置く。 防空軍に分割した。防空軍は3個戦闘機師団と1個攻撃機師団、1個校射砲師団を備えるものとされたが、結局は第1及び第2航空師団と第1校射砲師団のみが編成された。1957年6月1日、シュトラウスベルクにて2つの軍師は統合され、司令部も航空軍及び防空軍司令部と統合、改名された。 LSK、LV LS で使用された MIG-21PF1961 年には、この司令部の下で、航空部隊及び、校舎部隊、通信部隊などを再編し、2個の防空次第が、改めて編成されている。さらに同年には、ワルシャワ条約機構各国が共同で、防空任務を行うとされる、防空担当制度の下に、ワルシャワ条約機構各国軍による、 統合防空部隊が設置された。1962年には、ミーグ -21 戦闘機が導入される。この戦闘機は1990年まで使用された。ホーネッカー議長による LSK、LV 将兵のエ兵隣は国防省のホフマン将軍。1971年頃、航空軍では、地上軍への航空支援を主任務とする。 第31戦闘爆撃機構空団の編成を行った。これはワルシャワ条約機構軍の要求によるもので、その後も同等の戦闘爆撃機航空団の編成が行われ、1975年には2個の攻撃ヘリコプター航空団が編成されている。1981年、航空軍及び防空軍司令部は前線における指揮統制組織として、前線及び 地上軍航空隊指揮所を設置する。この部隊は地上部隊における防空任務に特化しているものとされ、また飛行士の募集や軍の空輸任務を管轄した。第57及び第67ヘリコプター航空隊が地上軍航空隊として地上軍の指揮下に関された後、1984年にフェードアウト捕服は前線及び軍事輸送航空隊指揮所と改名され、 シュトラウスベルクに移動した。その後も航空軍は拡大を続け、1970年代半ばにはミグ -23 が、また1980年代初頭にはス -22 が配備されている。1988年には最後の採用機であるミグ -29 が配備された。ジークムンとイエーン中佐。ドイツ人初の宇宙飛行士となったドイツ民主共和国は、 ワルシャワ条約機構各国による宇宙開発計画として提案されたインターコスモス計画に参加していた。ジークムンとイエーン航空軍中佐は1976年から1978年まで星の町での訓練を積み、1978年8月26日のソユーズ31号のミッションにドイツ人初の宇宙飛行士として参加した。 サリュート6号での滞在を経て、ソユーズ29号によって、帰還を果たしたイエンは、ドイツ民主共和国の最高位勲章である、カール・マルクス勲章や、ドイツ民主共和国英雄の称号を与えられ、さらに彼のために新設された、ドイツ民主共和国宇宙飛行士の称号が贈られた。1990年10月2日、ドイツ再統一に伴い LSK、 LV のドイツ連邦軍への統合が開始される。連邦空軍では空軍第4次編成と呼ばれる組織改造に従い一部の LSK、LV 将兵と機材を残留させたが、統一直前に締結されていたドイツ最終規定条約で軍縮が確定していたために多くの将兵が職を失った。また残留を許された兵士も直後に結ばれたヨーロッパ通常戦力条約に 基づく軍縮の中で解雇された。連邦空軍では当初ミグ -29 なども運用し、統一数年後にも輸送機やミマイナス8の一部はそのまま使用された。旧国家人民軍が有した各種東側装備や戦術は連邦軍兵器技術部などの研究対象となった。例えば地上軍が運用していた 2K12 や 9K33 といった防空システムは、 こうした研究の対象となり、ナト o 軍の演習などでも使用された。航空軍の任務は次のように規定された。航空軍は大きく分けて、次のような兵科種別を備えていた。また、さらに次のような特殊兵科及び部局が、これら主兵科を支援した。航射ミサイル部隊は、航空軍の地上防空部隊である。FRT は発射所と部隊あるいは旅団を組織し、 また二つの防空士団のいずれかに所属した。統一直前の1989年に S-300 がロストックで荷下ろしされたものの配備はされずソビート連邦へ送り返された。航空部隊は主に戦闘機と戦闘爆撃機で編成されており、これは地上軍や人民海軍の援護を想定していた。またヘリコプターを含む各種航空機も 十分に配備されており、空中偵察能力や空輸能力も備えていた。航空整備部の航空技術大隊、各飛行場の技術法案部隊は、航空機の速やかな運用のために飛行場を整備、確保する責任があった。また情報及び航空管制大隊は、各航空部隊に対して常に情報と誘導を与え、航空管制を行う責任があった。 通信技術部隊は航空軍のレーダー制御及び通信を担っていた。通信技術部隊の編成はその規模に応じて通信技術部、通信技術中隊、通信技術大隊に分類され、二つの防空師団のいずれかに所属した。通信技術大隊本部は NATO における指揮及び報告センターと同等のものであった。航空軍及び防空軍司令部は 航空軍の総司令部であり、参謀部も備えていた。第一防空師団及び第三防空師団を備え、また前線及び軍事輸送航空隊指揮所を有する。歴代航空軍司令官歴代の司令官左から、ラインホルト、ケスラー、シャイベ第一防空師団は、ホットブスに司令部を置く、航空軍の主要な編成の一つで、ドイツ民主共和国南部の防空を担当する。 第3防空師団は、トロレンハーゲンに、司令部を置く、航空軍の主要な編成の一つで、ドイツ民主共和国北部の防空を担当する。前線及び軍事輸送航空隊指揮所は、シュトラウスベルクに置かれた主要な編成の一つで、陸海軍への近接航空支援や、航空偵察、及び空輸を任務とする。ありがとうございます。